ライモント・ファン・バルネフェルトライモント・ファン・バルネフェルトはオランダのプロフェッショナルダーツプレイヤーである。右投げ、デン・ハーハ出身。現在の所属団体はプロフェッショナルダーツコーポレーションである。彼はワールドチャンピオンに5度、UK オープンチャンピオンに2度、それぞれ輝いた。2008年の1月から6月まで PDC オーダー・オブ・メリットにおいてナンバーワンに ランクされていたこともある。合計で、ブリティッシュダーツオーガナイゼーションのメジャーで11度、PDC のプレミアイベントで4度、優勝している。以前、4回、ブドワールドチャンピオンシップで優勝したことに加えて、2007PDC ワールドチャンピオンシップでの勝利によって、5回、ワールドチャンピオンになったエリック・ブリストーと、並んだ。彼は、オランダ人史上、最も成功した。 ダーツプレイヤーであり、オランダでダーツを広めるのに多大な影響を持っている。バルネフェルトが初めてワールドチャンピオンシップに出場したのは1991年、レイクサイドカントリークラブで行われたエンバシーワールドチャンピオンシップだったが、この時は第1ラウンドでオーストラリア人のキース・サリバンに0から3で敗退した。それから彼はブドサーキットで躍進し始め、 1990年9月に行われたベルジャンオープンと1991年3月に行われたジャーマンオープンで準々決勝にまで進出した。彼が初めて準決勝に進出したのは1991年6月に開催されたスイスオープンのことである。彼は1992年のワールドチャンピオンシップでは予選落ちしてしまったものの 1993年に再びレイクサイドに返り咲いている。この時は接戦の末2から3で後にこのトーナメントのチャンピオンとなるジョン・ローに敗れた。1993年のワールドチャンピオンシップが終わって間もなく、このスポーツにおける当時のトッププレイヤーたちがワールドダーツカウンスルを設立し武道を離れていった。バルネフェルトは1994年のダーツ、 団体分裂後、武道のオープン大会で飛躍し続け、ダッチオープンとベルリンオープンでは準々決勝に、ベルジャムオープンでは準決勝に、そしてフィニッシュオープンではアンディ・フォーダムに敗れたものの、決勝にそれぞれ到達した。彼は1995年のワールドチャンピオンシップでも、決勝まで順調に駒を進めていった。しかし、ウェールズ人のリッチー・バーネットに、 3から6で敗れ去る。1996年と1997年、どちらも第2ラウンド敗退となった後、1998年の決勝は、1995年の決勝と同じ対決となり、この元ポーストマンはバーネットを打ち破り、初めてのワールドタイトルを手にした。この対決は、それまでにない5から5に達したことにより、 最高に素晴らしい試合の一つとしばしば見なされているが最終的にはバルネフェルトがフィニッシュの D8 を決め最終セットを4から2で勝利したことによりこのタイトルを獲得した彼は1年後イングランドのロニー・バックスターにまたもや6から5でチャンピオンの防衛に成功するこれで彼はこのトーナメント史上 このタイトル防衛を成功したたった二人のプレイヤーとなった。彼の連続優勝の走行は2000年に第1ラウンドでクリス・メイソンに当たってしまったことにより終了した。メイソンはアベレージ100を叩き出しワールドチャンピオンのハットトリックというバルネフェルトの望みは終わった。バルネフェルトは2001年と2002年は準々決勝で4から5でテッドハンキーに 3から5でマービン・キングにそれぞれ敗北している。そして2003年彼は6から3でウェールズ出身のリッチー・デイビズに勝利し3度目のワールドタイトルを手にした。翌年の2004年は準決勝でアンディ・フォーダムに4から5で敗れた。2005年彼は4度目のタイトルを手にした。彼は初めの3ラウンドを1セットも落とさず、 ゲイリー・アンダーソン、マイク・バイチ、そして、ビンセント・ファンデル・フォールトを倒した。準決勝では、5から3で、ダリル・フィットンに勝利し、決勝では、イングランドのマーティン・アダムズに6から2で勝利し、4度目の、栄冠に輝いた。続く2006年、バルネフェルトは、6度目の決勝に出場し、5度のブドの、ワールドタイトルというブリストーの記録に並ぼうと、試みた。しかし、 今回、彼の望みは、同郷の仲間である、当時21歳のイエレ・クラーセンに、5から7という結果で打ちまかされ、消えてしまう。また、彼は、武道において、ウィンムー・ワールド・マスターズのタイトルも、2回取得した。1度目は、2001年、フィンランドのヤルコ・コムラに、2度目は、2005年、スウェーデンのヨーラン・クレメに、それぞれ決勝において勝利した時である。 他の主要なダーツのトーナメントにおいて、彼が少なくとも2回以上は優勝したものには、ワールドダーツトロフィとインターナショナルダーツリーグがある。4度のワールドチャンピオンも経験した15年間のブドでのプレイの後、ファンバルネフェルトは2006年2月15日にブドから PDC に移籍することを発表した。移籍の理由に彼は大きなチャレンジをしたいということと、 いつでもフィルテーラーのようなプレイヤーと一緒に戦いたいということを挙げる。ゼロから初めて彼は素晴らしい PDC の初年を飾った。移籍から12ヶ月の間に彼は世界第2位のプレイヤーになりワールドチャンピオンにも輝いた。彼の PDC のデビューは2006プレミアリーグ中のことだった。第1ラウンドにおいて彼は8から1という大差で バクスターに勝利した。3月23日、彼は初めてテレビ放送中のラインダートフィニッシュを達成し、また、その夜はテイラーとも対戦し、7から7の引き分けに食い止めた。これの再対戦は、バルネフェルトの39歳の誕生日に訪れたが、6から8でテイラーに敗れてしまう。また、このプレミアリーグの準決勝で、同郷の仲間である、ローランド・ショルテンに、 予想外にも3から11で負けてしまった。それからバルネフェルトは彼にとって11回目のブドグランドスラムトーナメントであるインターナショナルダーツリーグの決勝でコリン・ロイドを13から5で打ち破り順風満帆な道を進み始める。6月にボルトンのリーボックスタジアムで開催された UK オープンの決勝においてバリー・ベイツに勝利し彼にとって 初となる PDC のプレミアタイトルを獲得する。その日はそれより先に、準々決勝でテイラーに勝利でき、PDC に移ってから口にしてきた夢の一つを達成できた。彼は数週間後、2000度クラスベガスデザートクラシックの準決勝においても、テイラーを打ち破る。翌日の決勝で、彼は3から6でカナダ人のジョンパートに負けた。この後すぐ、 バルネフェルトはダーツを変え、テーラーが使っているスタッキングテクニックを使い始めた。このダーツは以前使っていたものよりも1グラム軽くオランダにある地元の小売店で1ポンド程度のものだった。上り、調子のマイケル・バンガー・ウェンにワールドダーツトロフィーの第1ラウンドで負けた後、バルネフェルトは投げ終わりに取り組まねばならないことに気づいた。 スカイウェットワールドグランプリでの調子は良かったものの第2ラウンドでフィル・テーラーに負けてしまう。テーラーとバルネフェルトは 2007PDC ワールドチャンピオンシップの決勝で再び対決することになる。後にテーラーがその時までに経験した決勝の中で最高の決勝と語った試合である。3セットを落としたもののサドンデスレッグで七から六でテーラーに見事逆転し、 5回のワールドタイトルというエリック・ブリス等の記録に並んだ。2007年2月にライモンとは2007マスターズ・オブ・ダーツの決勝戦において7から0でピーター・マンディーに勝利する。その時の彼のアベレージは107であった。彼の活躍はカメラの向こうにも映し出されていた。2007年のプレミアリーグでは2006年のようにうまくはいかずグループセクションで テイラーに2度、デニス・プリー・ストリート・ロイドに1度、それぞれ負けてしまう。それでも彼は、なんとかグループセクションで2位になって、プレーオフに進出したものの、準決勝において10から11で、テリー・ジェンキンスに敗北する。しかし、バルネフェルトは 2007UK オープンの準々決勝において、11から4でテイラーに大勝利を収めるなどして調子を取り戻していき、 準決勝において11から4でコリン・ロイドを決勝において16から8でファンデル・フォールトをそれぞれ打ち破りタイトル防衛に成功した。同時にバルネフェルトは UK オープンの王座を防衛した初めてのプレイヤーにもなった。1ヶ月後、彼は2007ラスベガスデザートクラシックの決勝において13から6でテリー・ジェンキンスを破り、 またもや大きなタイトルを獲得した。2007年の5つの主要なタイトル、すなわち、ワールドチャンピオンシップ、UK オープン、ラスベガスデザートクラシック、ワールドマッチプレイ、そして、ワールドグランプリをすべて獲得するというバルネフェルトの夢は、ブラックプールで行われた、ワールドマッチプレイの準々決勝において、エイドリアン・ルイスに14から16で負けたときに、終わった。 2008年はバルネフェルトにとって最も調子が悪く主要なトーナメントで勝てず成功からほど遠い年であった。ワールドチャンピオンシップの王座防衛はインフルエンザになってしまい深刻な状況となった。彼は第2ラウンド中に呼吸困難でリタイアしなければならない寸前にまでなったもののなんとか最初の2戦を圧倒的な大差で勝利できた。だが 第3ラウンドにおいて、ケビン・ペインターに2から4で敗戦する。この後、2008プレミアリーグダーツの準決勝まで到達したが、ジェームズ・ウェイドに敗戦し、このトーナメントの同じステージで3期連続敗退してしまう。彼は、US オープンの早い段階でも敗北し、ラスベガスデザートクラシックでは、アランタバーンに、そして、UK オープンの準決勝では、その前に、 ライバルのフィル・テイラー20から9で勝利したばかりであったが、ゲアリー・モースンにそれぞれ打ち破られる。彼はワールドマッチプレーの準々決勝でもウェイン・マードルに敗戦した。しかし彼はワールドグランプリで幾分調子を取り戻し、最終的にはテイラーに6から2で負けてしまったものの決勝戦まで到達した。彼は初開催のヨーロッピー・アンダーツチャンピオンシップにおいて、 ルイスのダーツにまたしても準々決勝で苦しみ、2から9で敗れ去った。2009年1月2日、2009PDG ワールドダーツチャンピオンシップの準々決勝であるオランダ人の対クラーセン戦において、バルネフェルトは2度目のテレビ放送中におけるナインだ後、フィニッシュを達成した。彼は第6セットの第2レックにおいて最高点の182回獲得した後、 順に T20、T19、そして D12 にダーツを見事打ち付けた。UK オープンにおいて、テイラーがジェイミー・ハーベー相手に9インダーとフィニッシュを達成してから誰も受け取ってない2万ポンドを、この功績はバルネフェルトにもたらし、同時に彼は PDC ワールドダーツチャンピオンシップで初めて9インダーとフィニッシュを達成したプレイヤーにもなった。彼は、 161からのフィニッシュなども達成したこの対戦を5から1で勝ち進み、準決勝でウェードにも勝利した。しかし、決勝ではテイラーに1から7で苦戦し、敗れてしまう。結局、2007ワールドチャンピオンを守れず、10万ポンドを獲得できなかった結果、彼は PDC オーダーオブメリットにおいて、2位から3位に転落してしまった。 2009年のラスベガスデザートクラシックでは彼は調子を取り戻し決勝で11から13というわずかな差でフィルテーラーに負けたその対戦後バーニーはスカイスポーツの司会者デーブ・クラークのマイクを取りフィルテーラーについて語るワールドマッチプレイの準々決勝でテリー・ジェンキンスに敗れた後バルネフェルトはダーツをしばらく休む彼は チャンピオンシップ・オブ・ダーツやサウス・アフリカン・マスターズの出場を辞退した。バルネフェルトはダーツを辞めるのではという憶測もあったが、彼は2009ワールドグランプリの第1ラウンドにおいてアランタバーンに勝利した後、彼は糖尿病にかかっていたので、彼の休暇は健康のために体を鍛えようとジムに通うためのものだったと述べた。彼は主要トーナメントの敗戦理由を 糖尿病によるものとも考えた。2009年12月28日、バルネフェルトは PDC ワールドチャンピオンシップの第2ラウンド、タイブ連弾動乱戦でまたナインダーとフィニッシュを達成し、PDC ワールドチャンピオンシップにおいて初めて2回ナインダーとフィニッシュを決めたプレイヤーとなった。彼は準決勝まで勝ち進み、5から6でサイモンウィットロックに負けた。 彼は3位決定戦のプレーオフにおいて8から10でマークウェーブスターに負けた。2010年4月29日、バルネフェルトは2010プレミアリーグダーツの対テリー・ジェンキンス戦においてまたもやナインダートフィニッシュを達成した。これは結局6位で終わってしまう調子が出ないプレミアリーグ中の出来事であった。プレミアリーグ中、バーニーは 個人的な問題で悩んでおり、彼と彼の家族は恐喝されていると語った。彼は 2010UK オープンの8つの予選のイベントの打ち立った一つしか参加できず、本戦に参加できなかった。次のナインダートフィニッシュは2010年7月17日、ブラックプールで行われた2010ワールドマッチプレイの第一ラウンド対デニスオーブン戦においてのことだった。彼は、 初めてワールドマッチプレーの決勝戦に進出したが、そこでフィル・テーラーに12から18で負けた。主要な大会での主な成績部の世界選手権優勝、4回準優勝、2回ベスト4、1回ベスト8、2回ワールドマスターズ優勝、2回準優勝、1回ベスト4、1回ベスト8、 なしファインダーダーツマスターズ優勝、3回準優勝、なしベスト4、2回ベスト8、1回インターナショナルダーツリーグ優勝、3回準優勝、なしベスト4、なしベスト8、1回ワールドダーツトロフィー優勝、2回準優勝、なしベスト4、1回ベスト8、なし PDC 世界選手権優勝、1回準優勝、1回ベスト4、5回ベスト8、 二回ワールドマッチプレイ優勝、なし準優勝、一回ベスト四、なしベスト八、四回ワールドグランプリ優勝、なし準優勝、二回ベスト四、三回ベスト八、一回、UK オープン優勝、二回準優勝、なしベスト四、二回ベスト八、二回、ラスベガスデザートクラシック優勝、一回準優勝、二回ベスト四、 なしベスト八、おしなしプレミアリーグダーツ優勝、一回準優勝、なしベスト四、おしなし回ベスト八、おしなしグランドスラムオブダーツ優勝、一回準優勝、なしベスト四、二回ベスト八、二回ヨーロピアンチャンピオンシップ優勝、おしなし準優勝、おしなしベスト四、二回ベスト八、三回プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ優勝、なし準優勝、なしベスト四、おしなしベスト八。 4回マスターズ優勝、なし準優勝、2回ベスト4、1回ベスト8、1回チャンピオンズリーグオブダーツ優勝、なし準優勝、なしベスト4、1回ベスト8、なしマスターズオブダーツ優勝、1回準優勝、なしベスト4、1回ベスト8、なし優勝回数、編集優勝回数、編集。ありがとうございます。